あ、ドロイドいっぱい。ねえ、撮りたい。まず最初にご紹介するのはドロイドデポットと呼ばれる BB-8 や R2D2 などのドロイドを作れるお店。お値段は99ドルプラスタックスです。このようにベルトコンベヤでたくさんの部品が流れてくるので、ここから好きな部品を選びます。 R2 ユニットと BB ユニットでは選べる部品が違うので注意。選んだら次は組み立てです。なんか子供の誕生かってぐらい嬉しくない？皆さんもぜひ作ってみてはいかがですか？すごい。突然ですが、ディズニートンを探せ。正解はここでした。さて、この反乱軍のエリアでは敵のタイファイターをバックに素敵な写真を撮ることができます。このようにユニークなフォトパスがたくさんありますよ。この戦艦の左手にあるのがミルクスタンドです。ここではスターウォーズエピソード8に出てきたあのブルーミルクを飲むことができます。お値段はブルーミルク、グリーンミルクそれぞれ7ドル99セントで、光るスーベニアカップ付きが24ドル99セントです。他にも軽食もあるようです。気になるのはブルーミルクのお味ですよね。それではレポートお願いします。感想をどうぞ。綿菓子美味しそうじゃん。甘そうだね。はい、感想を。いやでも本当に何とも言えない。シャクがシャクがシャクが、わたがし。もう少し先に進んだところにあるのがスターウォーズファンなら誰もが憧れるオーガのカンティーナ。予約でいっぱいの大人気のバーです。オーガガラが経営する酒場はとてもにぎやかで、なんとスターツアーズのスタースピーダー3000のパイロットを務めていたドロイド RX24 が DJ として働いているんです。ここにはユニークなドリンクがいっぱい。ノンアルコールのドリンクもあります。左のポーグのカップに入っているのがココナッツシトラスジュースで25ドル。右のジャバジュースと呼ばれるのはパイナップルとオレンジ味でトッピングポーが入っていますよ。おまけと言ったらなんですが、もう一つ紹介したいのがドッキングベイ7フード&カーゴ。ここのお店の15ドル99セントもするスラバットシュリンプ&ヌードルサラダには要注意。バカまず何みたいですか？
マジで、マジ修行本当に修行のご飯修行だよ、本当にバカまずいんだけど。修行のご飯を食べてみたいそこのあなた、ぜひチャレンジしてみてくださいね。最後にご紹介するのがスターウォーズライズオブザレジスタンス、アトラクションの常識を超えたストーリー没入型アトラクション。プレショーメインショー並んでいる間まで全ての経験がアトラクションになっているという新感覚の施設になっています。さすがディズニー、いいものを作ったって大声で叫びたくなるぐらい本当にすごいんですよ。このアトラクションを体験するにはボーディンググループという整理券の取得が必要で、アーリーオープンの後中に入ってスタンバイし、元々の開園の時間になると一斉にアプリで撮ることができます。ということで BB-8 を横目に輸送船へと乗り込みます。Getting a high reading on the fuel pressure mod. That's better. Check the binary motivator. Yes, I just want to be sure. Four crews must be on the board now. Transporters away in 30 seconds. Report. Yeah. Blue Fire taking evasive action. Try to shake your balloon. I'm trying. We lost Blue Fire. I'm going to try to cut him away. Copy that. Get us clear so we can make the jump. Be ready, you won't have much time. Where are all those TIE fighters coming from? They're doing the act there. Star Destroyers. Get out of there! We can't. We're caught in the tractor beam. It's pulling us in. I'm looking too far to make this a fair fight. Don't worry, I'll come back for you. Stay strong. Vessel TR-141, identify yourselves and prepare to be boarded. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority? Now bring down your shields and prepare to be boarded. They'll twig out there. They'll want the location of our secret base. Tell them nothing. The future of the Resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand back from those doors. Now property of the First Order. You'll disembark and prepare to be interrogated. Now off, all of you. もう驚きすぎて言葉が出ないってこういうことなんですよね。あと何がすごいってキャストさんの演技力、命令してくるんですよ。まあこの後はいろいろあって脱出劇となるんですけれども、続きはぜひご自身で体験してみてください。ちょっとだけ見せちゃいましょう。いかがでしたか？今すぐバトゥーに飛んでいきたくなりましたよね。圧巻のスケール、壮大な世界観、ぜひ皆さんも新しいエリアバトゥーに足を踏み入れてみてくださいね。きっと素敵な冒険が待ってますよ。
気に入ったら高評価、またチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はこの言葉でお別れにしたいと思います。フォースとともにあらんことを。